セーリング混合470級で、パリ五輪銀メダルの岡田慶樹、28、イコールトヨタ自動車東日本イコール、吉岡美穂、33、イコールベネッセイコール組が20日、神奈川、藤沢市内での会見で、コンビを解消することを明らかにした。同競技では20年ぶりの五輪メダリストとなったペアは、全日本470級選手権、 21から25日、神奈川、江ノ島がラストレースになる。吉岡は28年ロサンゼルス五輪を狙わず一線を引く方向でセーリングは続けるという。パリ五輪は吉岡にとって初めて出場した2016年リオデジャネイロ五輪から五輪三度目の挑戦だった。頂点には届かなかったが、 初のメダルを獲得し、実力を出し切った。満足だという気持ち。全日本で、一区切り、とこの日、一線を引く意向を示した。五輪のため、全てを犠牲にして、セーリングに人生をかけてきた。費やすエネルギーがものすごい、我慢してきたこともある。また四年間、同じことをやるエネルギーがちょっと、自信がない、と。 五輪に挑む大変さを明かした。一命王時代は全く無名だった。しかし、177センチの長身を見込まれ、世界選手権銀メダリストで二度の五輪出場の経験を持つ吉田愛のペアに抜擢された。だが、初出場のリオ五輪は、無が夢中なだけ、で、序盤のレースで海に落ちた。18年世界選手権で優勝し、 金メダル候補として挑んだ21年東京五輪。地元、江ノ島が舞台だったが、新型コロナ禍もあって、事前の海外遠征ができず、自分たちが世界でどの位置にいるのかわからなかった、と手探りの五輪だった。そして挑んだパリ五輪。大会前に集大成。これが最後と覚悟して挑む、と話していた。 目標は、あくまで金メダル、と、決して体言を吐くタイプではない吉岡が世界の頂点を公言した。あと一つ、金メダルには届かなかったが、ようやく努力が実った、と笑った。少し、競技から離れてしまうのはためらう。金じゃなくて、少し悔しい気持ちもある。だから、五輪を狙うのは、完全にゼロではない。10%ぐらいはあるので、 まだ、引退じゃない。だから、まだ、一戦を退く、だ。今はまず、最後の全日本で、五輪を目指す選手が、憧れるようなレースをしたい。その後は、我慢してきた大好きなお菓子を、制限なく、好きなだけ食べたい、が当面の目標に変わる。吉松忠宏、ゼロ、コンビ解消の岡田は、もう一段上のメダルを目指したい。 28年ロスゴリンへの挑戦は明らかにした。しかし、それが470球かといえば、わからない。ある程度、考えは決まっている。楽しみに、と話すにとどめた。関係者によると、二人乗りの別の低種を考えているようだ、という。ロスゴリンで470球以外の二人乗りは、49ER 級かなくら17級となる。 岡田慶寿岡田慶寿1995年12月2日、福岡県生まれ。28歳、5歳でセーリングを始める。2017、18、20、21、23年470球全日本優勝。21年東京五輪は470球男子で7位入賞。 23年世界選手権470球混合で優勝。佐賀、唐津西高、総大卒。高校時代3年間、1996年アトランタ五輪470級女子銀メダルの茂美子さんに支持ポジションはスキッパー、170センチ、吉岡美穂、吉岡美穂、1990年8月27日。 広島県生まれ。33歳、兵庫、足屋高でセーリングを始める。2013、19、23年470級全日本優勝。16年リオ五輪470級女子で5位入賞。21年東京五輪は同級7位入賞。18年世界選手権470級女子。 23年世界選手権479混合で優勝。立命大卒、全く無名だった大学時代、女子の試乗会で代表入りを打診された。ポジションはクルー、177センチ。